日本26聖人記念館記念館壁面のモザイクが地図日本26聖人記念館は長崎県長崎市にある日本26聖人の検証を目的としてカトリック教会によって設立された博物館長崎県史跡西坂の丘のある西坂公園に隣接する設計は今井県時で鉄筋コンクリート製の3階建て 日本26成人の劣勢100周年にあたる1962年に開館した。本項目では、日本26成人記念館と一体の施設である、日本26成人記念制度、日本26成人記念碑についても述べる。外国語の表記は、書きろくに従う記念館とは道路を挟んだ位置に、立地する天使の羽をかたどったつむ型のが、特徴的な建物で、 設計は記念館同様、今井賢治。アントニー・ガウディの研究者でもあった今井は、これらの建築にサグラダ・ファミリア教会で知られるガウディのスタイルを意識的に取り入れることで、スペインゆかりの地に立つ現代建築という課題に応えている。なお、日本26世人に捧げられた教会堂として建設された日本26世巡教者制度を正式名称と、 する大浦天主堂が、すでに存在した関係で、聖堂の正式名称は、殉教者の一人、フェリペデ・ヘッスにちなんだ、日本26聖人記念聖堂聖フィリッ協会、である。1962年の劣勢100周年を記念し、記念館に隣接する、西坂公園内に建立された。記念碑は、加工岩製高さ5.5メートル。 幅17メートルの台座に船越安竹製作の26成人を模したブロンズ像がはめ込まれている。1962年に第14回日本建築学会賞を受賞。2003年には道古網もジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。ありがとうございます。